はい、ナミさん、こんにちは。とりあえず今日2月23日なんですが、なんかね、まあ、矢野貴之騎手がね、通算1000勝取ったかなんかで、今日なんか、急遽ね、表彰式あるみたいなんですけど、気づいたのが、俺、ちょっと前なんですよね。ちなみに今、11時12分なんですよ。なんで、まあ、今日はね、昨日買ってきたね、カードちょっと2種類だけね、紹介して、今日はね、まあ、ちょっと動画、あともなんかね、いいのあったら、まあ、撮っていきたいと思うんですけど、まあ、そろそろね、グリーンマックスから、模型化の案内出ると思うんで、そしたらね、まあ、その動画もね、撮りたいとは思うんですけど、まあ、今のところ出てないんですよね、未だにグリーンマックスから。まあ、なんでね、ちょっとお待ちください。はい。というわけでね、まあ、本当はね、昨日、なんていうの昨日かな、まあ、ここ最近ね、まあ、ここ最近というか、まあ、今月に入って、まあ、久々にデュエマのパック、まあ、まあ、久々に買って、で、まあ、結構ね、ジョーカーズの方が強化でき始めて、まあ、なんでね、まあ、ジョーカーズのカードもね、結構いいの出たんで、そんでね、まあ、なんだろう、まあ、デッキ作ったんですけど、そういや、なんか足りねえなーって、俺作ってて思ったんですよ。で、その他のね、型の、なんだっけ、動画とか見てたらね、あれが足りなかったんですよ、俺個人的に。ゼロの裏技、ニアリーゲット。なんで、まあ、昨日はね、ニアリーゲットをね、買いに、ちょっとね、また川崎の方に出たんですけど、ビッグカメラがね、なんか木曜日、昨日だっけ、多分昨日だと思うんですけど、昨日閉店っていうのは俺知ってたんですけど、まさかのモアーズ、川崎の東口じゃん、モアーズまでが、閉店してたんで、ブックオフとかゲーセンがね、まとめて休んでたんですよ。まあ、だから昨日そのブックオフは行けなかったんで、ちょっとね、まあ、まあ、ちょっとある、まあ、すぐ隣なんですけど、フルコンプにカード見に行ったんですよ。いいのあるかなと思って。で、そしたらね、欲しいカードはね、ちらほら売ってたんで買ってきちゃったんですよ。まあ、2000円ぐらいだけなんですけど。まあ、本当はね、なんだっけ。まあ、あんまりね、ジョーカーズが3月に出るんで、まあ、カード購入控えなきゃいけないんですけど、ちょっと買っちゃったんですよね、俺アホなんで。ま、なんでね、今回はね、その買ったカードね、紹介しつつ、なんていうのかな、あれじゃねえ。なんていうの、あれじゃねえんだけど、なんだっけ。まあ、一応ね、組んだね、ジョーカーズのデッキね、紹介し直したいかなと思うんでね。まあ、ちょっとね、軽く、紹介したいと思います。まあ、まだね、一応そのジョーカーズのデッキ完成してないんで、まだね、カードが全然少ないんですよ。欲しいカードがまだ入ってなかったりするんで、まあ一応ね、もう最悪そういうのはね、もうバラとかで、買ってもいいかなと思うんで、とりあえずね、どうにか、計画したいと思います。まあ最悪はね、レアリティが高いやともしくはプロモだけでデッキ組んでも面白いかなとはね。個人的には思うんで、ちょっとね、最悪それも、やってみたいとは思います。はい。というわけでね、まず買ったカードね、紹介します。まあ、これはね、俺、ずいぶん前に買ったって紹介したと思うんですけど、ジョットガンジュラゴンの日の3。またね、3が1枚だけ売ってたんでね、これ買っちゃったんですよね。しかも前回買った時の値段がね、300円ぐらい安いんですよ。いくらだっけ、前回で買ったの。ノートの。フルポンプってどういうレシートだっけ。よいしょっと。こういうでかいレシートか、横浜は。フルコーン、これかな、これ、ここに出た。いつ買ったっけな、俺も覚えてねえんだよな。あ、これだ。あ、これ、お正月くじだ。ここだ、違う。あ、これかな、あ、これだ。あ、ジョットガンジュラゴン、前回ね、税抜きで1299円で買ってたんですよ、俺。24合ってますね。1299円で買ってたんですよ。で、これ買ったのが、1月31日なんで、1月31日、水曜日か。まあ、約3、まあ、まあ、じゃ、まあ、ほぼ3週間前なんですけど、3週間でね、値下がりました。しかも300円も。一応ね、ジョットガンドラゴンの日野さん、今回300、990件出てたんでね、まあ、買ってきちゃいました。で、もう1枚買ったのがね、俺これ初めて見たんですよ。このプロモ版っていうのかな。ヘリコプター。まあ、このプロモが1枚だけ売ってたんでね、しかも安かったんですよ、値段見たら。999円から特価で800円になってたんですよ。
なんかヤフオクでのあの値段調べたら、今現在出品されてるのがね、即決で1200円だったんですよ。よいしょ。このヘリコプターの今ね、ヤフオクで1280円で即決で出てたんで、買っちゃったんですよね。でもヤフオクのね、落札価格の平均見ても、まあ大体1枚800円前後だったんですよ。まあ4枚で3500円とか。で、こっからね、送料かかること考えたら、まあついでにね、ジョットガンジュラゴンが、まあヤフオクでは大体800円とかなのかな。まあ、もっと高い、安いかと思うんですけど。まあなんだろ、今回ね、もう家買っちゃえと思って買っちゃったんですよね。まあ多分ヘリコプターのおまけで、ジョットガンジュラゴンね、買っちゃったっていう感じでございます。まあ本当にもうちょっとヘリコプターとかね、あったら欲しいんですけど、ちょっととりあえず今あれですね。ヘリコプターがどんくらいの値段か調べてみましょうかね。今ね、楽天自体、楽天で、カードを扱ってるショップがちょっと減っちゃってるんですよね。なんでちょっとそんなに、意味がないとは思うんですけど、ヘリコプター自体が1枚、あ、でも高えな。ヤフオクだったら、ヤフオクじゃない、楽天だと普通のノーマルのヘリコプター。これ、ちょっとどこのデッキ？あ、これ、なんかの一番最初のデッキなんだ。SP01 なんで。だから、あれなんですけど、ちょっと高いっすね。ヤフオクだと、ヤフオクじゃない、楽天だと、ヘリコプターがだいたい1108円とか1200円。あ、じゃあもうそう考えると全然いいや。しかも、だいたい1200円とか1300円から送料かかるってこと考えたら、まあ、川崎までのバッシンだけでね、済むんでね。結構楽っすね。まあ、それに俺、昨日はね、馬券買いに行ったついでなんでね。まあ、馬券買いに行ったついでね、まあ、馬券代も、動画にしてる以上、税金の対象にできるし、で、カードもね、形成できるけどね。まあ、本当に様々なんですよね。結構このヘリコプターって人気なんですよね。1枚しかなかったんですよ。まあ、もちろんゼロの裏技ニアリーゲットが売り切れてたんですけど、ちょっと最悪、ヤフオクかなんかでニアリーゲット落とそうかな。ちょっとついでにジョットガンジュラゴンの方も値段調べてみましょうかね。多分そんな高くはないと思うんですけど。ジョットガンドラゴン。ああ、でもそんな高くないっすね。ああ、でもちょっと高えなあるけど、なんか画像が出てねえ。あ、出た！うわ、高え！俺が持ってるジョットジョンドラゴンって、今回買ったのは4枚目なんですよね。ちなみに今なんで、値段が変わったり売り切れたりするんで、ちょっとあれなんですけど、俺が持ってる、まずこのノーマルのジョットガンジュラゴン、これがね、700円しますね。ヤフオク、ヤフオクね、楽天は。まあ、そのショップによってね、値段が変わったりしたんであれなんですけど、で、前回ね、ビッグカメラで買った方でね、出た、まずこちら、この日の市が、日の市もね、まあまあしますね、820円。まあでも安いと450円。まあ多分中古だと思うんですけど。新品なのかな？どうなのかな？ちょっとわかんないんですけど。まあとりあえず450円の税込みと、もう一個が。で、今回のね、まあ買ったプラス、前回買ったこのジョットガンジュラゴンが。これ結構しますね。今ね、ヤフオクに出て、楽天に出ても1個しかないんですけど、これ1枚2020円します。税込みで。しかも残り5個。ちょっと買ってよかったっすね。まあ俺、まあなんだろう。まあこいつバカじゃねえと思われると、なんかね、同じカードでもね、なんかレアリティ高いので集めたいなっていうの、たまにあるんですよね。まあだからって3万とかの大会プロモでは、俺絶対欲しくはないですけど。なんかこれね、個人的にね、虹色がね、なんか俺好きだったんですよね。まあ一番最初に手にこれ入ったのが虹色だったんで、まあちょっとね、虹色のやつに買っちゃったんですけど。まあちょっとね、面白いですからね、これは。で、まあとりあえずね、仮にね、作った時にちょっと紹介したいと思います。まあまだね、バッテン親父とか、洗脳洗脳とかがね、枚数足りてないんで、まあ、余ってるジョーカーズをね、適当に組み込んだんで、まあ、完全にね、まあ、汚点としてはニアリーゲットが入ってないところなんですよ。まあ、ちょっとね、その辺をね、ご理解していただきたいと思いますけどね、とりあえず、デッキ紹介したいと思います。まあ、まずはね、こちら、まあ、ジョットガンジュラゴンはね、4枚でございます。まあ、ジョーカーズ自体がね、そんなにコストがね、高すぎるってわけでもないんで、一部カードが。で、まあ、逆に、やったれマンとか、で、まあ、コスト下げれたり。で、ラーメンだっけ？なんだっけ名前忘れた。ラーメン、なんだっけ？あ、ザ・ラーメンか。ザ・ラーメンとかでね、低コストのクリーチャーがあるんでね。まあ、それなんで簡単にね、手札さえ補充できれば、ジョーカーズ6体なんかね、結構たやすいかなと思って、ね、まあ、ちょっとこれ4積みにしちゃいました。まあ、正直、ジョリーザ・ジュニアよりの俺、ジョットガンジュラゴン派なんですよね。
でも一応ね、ジョットガンジャラゴン4枚でございます。そしてね、まあこれね、一応前回まあビッグカメラ買った時出たんで一応入れてるんですけど、てか本当に枚数足りないから入れてるんですけど、ジョリーザジョニーの日の市1枚一応入れております。で、こちらもね、枚数足りない都合上入れております。三大王1枚、まあこれどっちだっけ、裁きだっけ、裁きなんですね。裁きだから、ヨドバシカメラで買った方のやつかな。前回ビッグカメラで俺裁きの方買わなかったんで、まあでもこいつもね、一応ジョーカーオーバーエクスプロージョンで3持ってるんでね、まあ他のやつよりありがたいですよね。他のやつは大体2なんでね。で、まあその2ってやつがこれなんですけど、ルネッザン。まあ本当はもう1枚あったんですけど、いらねえやと思って2枚にしてます。まあ一応ね、まあまあコス10なんでね、基本的にはまあマナイキなんですけど。で、あ、意外なことが知ったんですよね。で、昨日フルコンプ行ったんですよ、俺。まあ行ったんすか、行ったんですけど。したらね、こっちのバイナラドアより、まさかのこっちのバイナラ、あ、落ちた。こっちのバイナラドアの方が高いんですよね。俺もどちらかというとこっちの方がなんかデザインが好きだな。なんかこっちはね、そんな立体感ないんですけど、こっちの方がなんか立体感って俺は好きっすよね。とりあえずバイナラでは4積みです。よいしょ。で、一応ね、まあ本当だったらこいつもうちょっと強化したいんですけど、まあ火のクリーチャー入れてるところにちょっと1枚しかないんですけど、弾丸を1枚にしてます。まあバトルゾーンにね、他のジョーカーとかあればいいんで、まあどうにかしようと思えばできるんですけど、とりあえずね、ちょっと1枚にしてます。で、チキンタツタが2枚、まあ通称ケンタッキー。まあ一応こいつオーバーエクスポージョンで2でね、スピードアタッカーがあるんで、まあましてブロッカーも破壊できるんでね、まあ一応こいつ2枚に採用してます。でまあ一応ハロウェイ1墓地、まあ一応こいつの効果がまあ墓地の置いた時コスト5以下なんで、まあジョーカーズは基本的に5以下が多いんであれなんですけど、5以下じゃないですよ、どんぐらいなんだっけ、2、4、6、8、12、14だから、まあ約3分の1でコスト5以上、5以下じゃなくなっちゃうんで、まぁ、ちょっとこれ1枚しか入れてません。まぁ、避難でね、入れてるだけです。そしてね、まぁ、昨日買ったヘリコプターが1枚。まぁ、本当はね、これもうちょっと欲しいんですよね、手札補充で。まぁ、本当はニアリ、あ、やべ、スリープ変えてねえ。堂々とスリープ変えてなかった。まぁ、本当だったらね、もうちょっとヘリコプター、欲しいし、まぁ、ニアリーゲットが、ね、一番欲しいんですよね。やべ、ジョットガンジョラムの値札のままだった。変えてねえ。ちょっと本当にニアリーゲットだけはどうしても欲しいな。で、まあ、ヘリコプターが1枚。そしてね、まあこれね、採用してる人ってピンキリだと思うんですけど、一応ね、俺は個人的にまあ好きなんで、一応超特急3枚にしてます。まあこいつはね、バトルゾーンにジョーカーズが2枚以上あればなんで、まあこいつプラス、まあその前にマナゾーンにジョーカーズが絶対2枚以上あるんでね、まあ一応もう超特急の方にしております、俺は。しかもこいつパワープラス3000されるんですよね、アタック時の。あ、常にプラス3000になるんだ。あ、じゃあ、本当にいいよ。コス5で8000。これありがたいですね。で、バッテンオヤジが1枚。確か制限入ってないと思うんですけど。まあ、多分、超特急も制限入ってないと思うんで、まあ、一応確認をしてみたいと思います。バッテンオヤジ、まあ、アタック中止できるんでね。まあ、ありがたいかなと思いますね。で、ちょっとね、これね、個人的にね、面白そうだったんで入れてました。ペイパイロット。まあ、エクスプロージョン2があるんで、まあ、実際2マナで召喚できるんでね。まあ、あれなんですけど。まあ、その他ね、自分の他のクリーチャーなんで、こいつ自身にね、スピードアタッカー与えられないんで、まあ、こいつ一気に2枚召喚すれば、まあ、1枚はね、スピードアタッカーになるんで、あれなんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっと一応入れております。で、洗脳戦の1枚、まあ、これ1枚しか出なかったんですよね、レア枠なんで。本当はね、これもうちょっと欲しいんですよね、まあ、もう1枚か2枚は。まあ、洗脳戦ののスキル自体が、まあ、召喚であればね、問題ないよっていうやり方なんで、まあ、コストを下げる召喚だったり、まあ、簡単に言えば革命人事と侵略封じられたんですよね、洗脳戦のって。まあ、結構その辺が問題なんですけど。で、まあ一応ね、やったら、まあこれ一回ね、ブックオフのストレージで30円で買ったっていうのは、前回と前々回か、まあ一応ね、出てくれたんで、一応やったら4積みできてます。そしてね、まあ一応枚数足りない都合上ね、まあ入れてるんですけど、ザラーメンが一応3枚入れてます。まあ、コス2なんでね、一応入れております。で、まあ、ジョットガンジュラゴンのね、召喚するときにコスト少ないと欲しいかなと思って、まあ、ハズレポンド付け、まあ、1枚だけの遊びで入れてます。で、こっからがね、呪文になるんですけど、そんなに呪文もないんですよね。まあ、前回出たジョジョジョマキシマも1枚。まあ、そもそもこいつ自身がマナに、バトルゾーンか、マナゾーンなんでね、両方合わせてじゃないと思うんで、バトルゾーンとね、マナゾーン合わせてるって言うんですけど、どっちかで11枚だとね、ちょっときついんですよね。
まあ、そもそもジョーカーズで一斉攻撃してもらえば、まあ、ジョジョジョマキシマも基本的に意味ないんで、まあ、1枚しか入れてないし、1枚しか持ってないんですけど、まあ、ジョジョジョマキシマももういらないから。でね、俺、これもついでに探したんですよ。破壊秘伝、ナッシングゼロ。これもね、なんかね、ゴミダメの中から1枚だけ出てきたんで、ちょっと採用してるんですけど、アタックチャンスで3枚見て、まあ、無色のカード1枚つき、クリーチャー1体のシールド1つブレイクすると。まあ、なんでね、まあ、唯一超特急がね、1枚しかないんですけど、その超特急でシールド増やしつつの、まあ、そんなにシールド増やしても、ね、意味ないんですけど、まあ、だからあれか、低コストの、まあ、ラーメンとかがアタックするときに、まあ、これで、無色カードなんでね、まあ、基本的には無色が多いんで、火がそんなにないのかな。火合わせたって10枚ないですもんね。2、4、5、6、7枚しかねえな。だからまあ40分の7なんで、まあ、ほぼ8分の1ショット。なんで、まあ、結構楽なんですよね。まあ、一応ね、ナッシングゼロ。これもね、中古探したんですけど、なかったんですよね。ゼロの裏だと、ちょっとナッシングゼロはね、補強したいかなと思います。で、まあ、タイムストップが1枚。まあ、これもね、1枚しか出なかったんですよね、レアワークなんで。まあ、一応1枚してます。で、夢のジョースター。まあ、ジョーカーズがね、低コストで召喚できるんで、まあ、ちょっとね、一応2枚入れたんですけど、まあ、でもすごいですね、4枚見て、手札に1枚、山札の下1枚、マナゾーンに1枚、で山札の上にもう1枚だね。まあ、だ手札補充しつつ、いらないカード捨てつつ、マナ強化しつつ、次のカード引きつつ、ね。まあ、それでコスト5なら、まあ結構面白いかなと思っております。で、まあ最後はね、一応こちら、ジョ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 カーズがね、4枚でございます。まあ一応ね、やっぱりゼロの裏技ね、ニアリーゲットがないんで、まあ一応ね、俺の理想としては、まあこれ俺の理想なんでなくまでもちょっと申し訳ないですけど、ジョットガンドラゴンをね4枚にして、まあバイナラドアを4枚でちょっと枚数足りないんで他のカードねちょっとねあの流用しちゃうんで申し訳ないですけど、超特急弾丸を2枚で、ヘリコプターをね3枚にしたいんですよね俺個人的に。まあ多分これが理想だと思うんですけど、一応ヘリコプターを3枚、あ4枚ですね。で超特急はねどうしようかな、一旦ちょっとこれ保留しとこう。バッテンオヤジを、で、まあ一応2枚。洗脳洗脳が4枚。これ本当に俺の理想なんで申し訳ないですけど。で、やったれマン4枚、ラーメンは3枚でいいや。で、ハズレポンスケちょっともういらない。マキシマムいいや。で、ナッシングゼロ4枚にしよっか、いったん。そのジョーカーズ先に4枚出しよう。まあ、ナッシングゼロは、どうしようかな、2枚でいいか。で、ジョジョジョマキシマンっていらないんで、ね。とりあえず、ナッシングゼロ2枚。で、ちょっとラーメンを、ね、1枚返却。で、どうしようかな。まあ、超特急2枚でいいか。超特急2枚にして、どうしようかな。超特急2枚にして、で、まあ、ゼロの裏技、ニアリーゲット4枚にして、で、ヘルコプター俺3枚、4枚にしたっけ。ヘリコプター4枚しますね。で、あとどうしようかな。まあいいや、じゃあラーメンと超特急3枚ずつにしよっか。まあ多分これぐらいが理想かなとは思うんですよね。これ俺の個人的なやれなんで。あ、でもどうしようかな。ザ・ラーメンとこれ捨てるか。どうしようかな。まあとりあえずニアリーゲット4枚は確定でしょ。そしたらあれだな。一層あれだな。ジョースターでもどうしようかな。まあ、4体タップなんでね、やったらなんとかタップになるとちょっと使いづらいんですよね。破壊されちゃうんで、アタックされて。まあ、ジョースターは1か今回廃棄して。そしたら、あれか、ナッシングゼロをプラス2枚にするか。ナッシングゼロプラス2枚にして、ニアリーゲット。まあ、一応これ4枚でね、ちょっと作ってみたいですね、今度。で、これをね、もしね、プロモとか、まあ、ジョットガンジュラゴンで言ったらね、日の4で作ったら、あ、日の3か。ちょっとね、どうなるかっていうのも、まあ、個人的にはね、やってみたいんですけど、まあ、目下予算検討中なんでね。まあ、ちょっとどうなるかね、わかんないんですけど。まあ、もしね、できたらね、動画かなんかでね、告知して、まあ、最悪はね、このカードも多分余っちゃうんで、まあ、俺はこのカード使いつつね、それはまあ、プレゼン価格の方でね、回したいかなと思ってね。まあ、ジョットガンジュラゴンの日の位置とか、あのノーマルとか、クソ安かったんだよね、値段見たら。で、まあね、一応ね、まあ、こんな感じでね、デッキの紹介は終わりに、まあ、これはちょっとね、理想のデッキなんでね、面白いですけど。まあ、ちょっとね、こうしたらいいんじゃないか、みたいなね、アドバイスありましたらね、全然コメントをお願いいたします。まあ、最近ね、ちょっとね、電話の紹介者もね、前ね、よくコメントくれてた方がね、ちょっと最近お一方くれなくなっちゃったんでね。まあ、ちょっと電話のね、方のコメント募集いたします。はい。というわけでね、
これで終わりにしたいと思うんですけど、ちょっとね、最後にね、いらないカードが2枚あるんで、ちょっとプレゼントが増したいと思います。まあ、俺カードショップ行ったらね、大体この、値段がね、よく YouTuber さんが高いって紹介するカードちらほらあると思うんですよ。なんだっけ。ドギラゴンバスターの革命チェンジに使うコスト2下げれるドラゴンギルドのやつ。あれとちょっとね、鬼かませ値段調べてきたら、ドラゴンギルドの方値段忘れちゃったんですけど、まあ、フルコンプなんですけど、鬼かますってこれ1枚550円するんですね。俺こんなにこうそれが強いカードだと思ってなかった。まあ、コスニーで相手が召喚以外の方でクリーチャーバズる、まあもちろん手札に戻しても良いなんで。まあまあまあ、まあまあまあなんですよね。まあしかもこのクリーチャーを選べないんで、まあデーモンハンドとか、なんだっけあれ、地獄門ですげとか。あ違ったっけ、アンタップしてクリーチャー破壊できるやつ。それの対象にはもう選べないんですよね、鬼かますって。ある意味これすごいんですよね。よく考えると。それでも俺まだ自然のデッキ作ってないんで鬼カマス余っちゃったんですよね。ちなみに楽天でも鬼カマスは800円超えてるわ。あ、そうですね。ショップによってまだいたい580円とかあるんですけど、800円超えてんな。一応ね、今回の鬼かますね、ちょっと申し訳ないですけどね、本当に4枚欲しかったんですけど、一応デッキの方にね、2枚入れちゃってるんで、それ抜くとまたややこしくなっちゃうんで、ちょっと今回はね、鬼かます2枚だけ、プレゼン額の方にね、回したいと思いますんでね、今日ちょうど23日なんで、いつだ、今日金曜日か。ちょっとね、今回はね、期限短くはないか。28日のね、もうめんどくさいんで、23時59分締め切りとします。だからもう3月1日になったら集計して、まあ、3日の土曜日にはね、発送したいと思いますんでね。今回2月28日まで、鬼かませね、2名様に、プレゼントします。一応ね、スリーブに入れてね、厚紙に挟んで、ちゃんとね、発送しますんでね、レターパックで。だからね、一応ご安心ください。はい。というわけでね、今11時半なんで、そろそろ腹減ってきたな。ちょっと、それ先にちょっと N ゲージの情報見てみましょうかね。出てるか出てないかだけ。もし今月今週これ出てなかったら、最悪土日か川崎開催になっちゃうんで、出てないね。今日の東京シティ競馬で見てみるか、機種変更情報ってなみたいな。うわぁ、今日も機種変更多いな。2レースと7レースだけが無事っすね。上田健人が機種不詳、三河本紀文機種疾病、吉原博人機種、昨日から機種不詳。で、上田健人機種不詳、吉原博人機種、機種不詳。みたいっすね。すげえな、吉原博人機種、ほぼ満開乗ってんじゃん。4レース、5レース、7、6レース、8、9、10、11、12。おぉ、綺麗に8レースマックス乗ってますね。すげえな。4、5、6、8、9、10、11、12か。西啓太騎手、プラス二倉か。まぁちょっとね、まぁ今日は追い切れば何やるか知らないんで、俺、出走表みたいなのもしれないですね。とりあえずね、この後、いい動画撮れるかなと思ったらね、動画にしていきますんでお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。